こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も単行者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は、青山秋に向かって静か、紅樹霜を得て美しいです。緑一色だった山が赤や木々に色づき始め、新秋の静かさに佇む一方、晩秋の紅葉は霜が降り始めてその色を鮮やかに染め出す。剣は生めかしい美しさ、青山景物剣たりの語があります。から青山秋に向かって静か、紅樹霜を得て美しいを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。